2002年12月13日、伝説は新たな1ページを刻んだ。任天堂ゲームキューブに登場した全く新しいゼルダの伝説。それは誰も想像しなかったゼルダの伝説。その発表は突然だった。海外からの取材の方も見えてると思うんですけど、準備よろしいですか？ゼルダの伝説のゲームキューブ版で、こちらはちょっと、雰囲気が変わりました。ご覧ください。あれ突然発表されたやつ、その時にこれ見てくださいってビデオでそれ見せられて、やばいって僕ももうやばくなっちゃって僕別にライバル製品を当時作ってるわけじゃなかったんですけどね、字で言うとやられたっていう感じってありましたですね。感動というかショック、驚いたというかね、パッとその時は分かんなかったんだけど、衝撃がすごくありましたね。そしてその新しい伝説はこう名付けられる、ゼルダの伝説風のタクト。遊んでいる全ての人が感じる、まるでアニメーションを触っているかのような感覚。それはトゥーンレンダリングという表現方法で描かれた全く新しいゼルダの世界。皆さんがすごくそれでびっくりされてるのは、逆に僕らもびっくりしてるみたいな。時のオカリナからムジラというふうにこうゲームをこうどんどん作っていった中に、そのどんどんそのリアルなものにこう移行していくみたいな方向性がちょっとゼルダには不釣り合いだなみたいなところがありまして、で私もそのクリエイターたちが作ってきたトゥーンレンダリングと称されるもので出来上がっているものを見せてもらった時に、あ、もうこれでいいんじゃないかと、これだったらきっと今までにないようなまた新しいゼルダの世界が作れるし、きっと面白いものが作れるよということで、すんなりとそこに移行していったと。誰もが驚いたこの新しいゼルダの世界。しかし作り手にとってこれは正当な進化だという。ではゼルダの伝説はこれまでどのように進化してきたのか。歴史は記憶とともに遡る。ファミコンディスクシステム用ソフト第1弾として発売されたゼルダの伝説。広大なフィールドをプレイヤーが自由に歩き回るという、それまでのゲームでは決して感じることのできなかった自由度の高さを体感できた作品。アクションゲームが主体だった当時に、アクションアドベンチャーという新たなジャンルを確立させた。ここから
全てが始まることになる。すごい鮮明に覚えてるのはあのパタッて橋渡してこう一個だけ行けるやつがあってでこういやなんかデスマウンテンかなんかのこう川んとこにパタッて渡すとここに穴が開くようなとこがあってそこはあのなんかにやられるやられるって爆弾やってたらポンってこっちに置いちゃってドンってそこが開いたんですよ。そんなのってそんなのマジとかいうそういうねそれが未だにありますよね。そういうところがハートのかけらとかでこんなの多分見つかるでしょちょっと悩めばぐらいので置いてんだかもしれないけどそういうとこが伝説になったりするんですよね結局ね水の中からピョッと出てきて石吐いて隠れちゃうとかもうその行為そのものが失礼だぞあれ思いっきりムカつくわけですよね。やってる際人間がこういうことやられたらムカつくよねっていうキャラクターよくも作ったるなっていう感じがしてあれは、超ムカつくっていう感じです。すっごい遊びましたよ。それ1日数分ずつ毎日ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ遊ぶんですね。そのちょっとずつ遊ぶのが僕の中での楽しみだったんですよ。僕はこの会社の帰り際にちょっとだけ遊んでパートを1個増やして帰る、はあ、今日も遊べたとか思って大阪に1泊2日で出張行ったんです。僕当時東京にいてて帰っていたら終わってたんですね。ゲームが僕の続きから誰かがクリアしたそれとアルバイトだったんだけど社員にして未だに社員のままでずっとこき使ってますよね。あの時の恨みできつく言われてるとは思ってないだろうとあれから10年経ってもまだ厳しいんだよ俺らみたいなそういう扱いに大体なってますね。ゼルダの伝説は2作目にして大きな変化を迎える。前作から数年後の世界という設定で登場した今作は世界観こそ受け継いでいるもののゲームとしては大幅な変更が加えられた。アクションを行う街やダンジョンでは横スクロールの画面構成になり、その間を行き来する移動パートは俯瞰視点の画面構成となった。またシステム面でも経験値の概念を取り入れたレベルアップシステムを採用しているなど現在のゼルダと比べるとかなり異色なゲームになっている。
リンクとゼルダっていうことを語るときに、もう一個忘れちゃいけないゲームっていうのがあって、鬼ヶ島っていうゲームがその頃に出てるんですよ。新鬼ヶ島。ゼルダの伝説2じゃなくって 2D になってリンクの冒険だったじゃないですか、うん、なんでああいうゲームになったんですかっていう話を聞いた時に、ゼルダの伝説ではディスクシステムって、セーブができて長い物語のゲームができますよということで、物語に結構シフトしたゲームを、作ろうと。けど今までの人たちアクションゲームやり合ってるから、アクションの要素も入れてさという感じで、物語とアクションを半々にするのをディスクシステム第一弾にしたらしいんですよ。でそれからディスクシステムがどんどん普及していくと、当時ディスクライターっていうのがあって、どんどん書き換えてこうよというのがありましたよね。でその簡単に書き換えられる環境がそのゼルダによって広まったならば、ゲームって実は文庫本のように手軽に読まれてもええんじゃないかということで、読み物として読みましまを作ったんですよ。でけどそうやって読んでばっかりいると、昔ながらの反射神経使うゲームって懐かしいよねっていう気持ちにきっとなるだろうという仮説のもとに、リンクはむしろ時代を戻すという意味合いで作ったっていうんですよ。でゲームって1本作るのさえ大変なのに、その3つっていうのを同時に世の中の動きっていうものを狙って作るなんていうのは、まあ普通の人ができることじゃないよななんて思って、感心したことっていうのがありますね。リンクの冒険から4年半、ハードをスーパーファミコンに移し、表現力が格段に進歩した今作、美しいグラフィック、練り込まれたゲームシステムは万人をうならせ、この作品でゼルダ人気は不動のものとなる。また高低差の概念やリンクのアクションやアイテムも増え、ゼルダの世界に大きな広がりを与えた。今もなお人気の高い今作は、2003年3月にゲームボーイアドバンスに移植。名作は何年経とうと色褪せることはない。一番覚えてるのが、なんていうんですか、こう剣で草を刈ってもすごいこうサクサク刈れて気持ちいいっていう。で、まあなんかうちの社員のなんか妹さんがあまりゲームやらないらしいんですけど、それでもゼルダはこうやっていてすごい
楽しいって言われてるんですよね。で、何が楽しいのかって聞いたら、草刈ってるのが楽しいとかっていうね、なんかそういう話を聞いたことがあって、なんかすごい、こう、ちょっとしたことをやるのに、すごい心地よく遊べるように工夫されてるなっていう、そういうなんか細かいところへの、まあ、配慮というんですかね、そういうのも非常にびっちりできてるなという印象ですね。あれはね、あのフックショットで、渡んなきゃいけない、あの、区切れてるとこがあるんですよね。フックショット手に入れて、何にも、同じですか。こんなのマジ見つかんねえよっていう、超厳しかった記憶がありますもん。そこ、三日三晩やってた気がする。何これ、何、全然やることね、もう何もない、終わった、詰んだ、なんて、っていう記憶がありますね。ビュー、言う、え、いけたって。って。まさかだって。それはちょっともう、不条理じゃんとか思いながらなんか、でもやっぱ結局残ってたりしますね、記憶にね。トライフォース。大学の時にものすごいだから時間を自由に使えて、でただただ暇つぶしをしたい時にとってもいい思い出のゲームですね。だからゼルダばっかりやってたから、あの他のこと何にもやってなかった1週間とかっていう感じですよ。だから初めてセックスを覚えた青少年みたいな。そう、こう川とか泳げるようになった時とかすごい成長したなっていうね、考えにふけましたね。大人になったなっていうゲームなのに。ハンマー？ハンマー美味しかったですよね。あのハンマーを見て思い出したのはドンキーコング。ドンキーコングのハンマーって僕の中で無敵だと思ったんですね。途中からあのハンマーは取らないもんだって分かったんですけど、あの取らない方が点高いんですよね、早くクリアしたのが。だから最初はあのハンマーで一生懸命こう叩いて、やったー、点100点100点とかで、おやったやったーとかって喜んでたわけですよ。後で気がついたんですよ、あれいらないんだって。で宮本さんも多分気づきはったんですよ。ぜひハンマーがいるやつを、あの傷地を使うやつをゲームで出したいとずっと常々思ってて、ここに入れたんだなって、宮本さんの悲しさがそこにあるんじゃないかと思って、僕はすこぶり使ってあげましたよ。だから携帯ゲーム機でのスケールダウンを微塵も感じさせることのない完成度は、当時のゼルダファンを熱狂させた。基本システムは神々のトライフォースを踏襲しつつ、後のシリーズに登場するわらしべイベントやフクロウなどオリジナル要素も盛り込まれている。98年には新たな要素が追加され、カラー対応版も発売された。あれはね、ちょうどこのスーパーファミコンとか出て、で
でもやっぱなんか前のチープなああいうゼルダ俺は好きだなみたいな人の気持ちをグッとね使いましたよね。ちょうどいい感じで。実はこれ、俺発売とすぐにやってなかったんですよ。けど周りの人たちがあまりにもいいいいって言うんで、やってなるほどいいと。でこれ逆にゲームボーイで、8ビットのモノクロだったじゃないですか。っていうんで実はこれはゼルダの伝説最初の86年のゼルダの一番最初のゼルダの伝説に果てしなく近い、うん、でそれのなんか別のシナリオが遊べたよなという形で、なんていうのかな、ゼルダってやっぱり、これだったのかもっていう感じがあって、神の国のトライフォースよりなんか素直に遊べたかなっていう印象がありますかね。勇者リンク。このハイラルで勇敢にもたった一人で魔王ガノンを倒した伝説的ヒーローである。彼は新たなる冒険を求めてハイラルを後にしていた。何かが落ちたような。サテラビューという衛星放送でスーパーファミコン用ゲームを受信して楽しむシステムで登場した古の石板。主人公がリンクではなくプレイヤー自身というシリーズを通じて唯一の設定。毎日1時間1週間にわたって放送され、その決まった時間に流れる音声を頼りにゲームを進める。毎日ある一定の部分まで進めなければクリアができなくなるというゲームとしての難易度は高めであった。武器を持たぬお前もこのままでは魔物の餌食となるである。わしの兄サハスラーナはな、このハイラルでも有名な賢者なのだ。その兄者から聞いた話を伝えるからよく聞いてくれ。まず東の神殿には邪悪な奴が住んでおると言っておったのでな、気をつけていくがよい。そして今渡したものの中にはな、黄金の鉢がおる。雨のうちは地上では爆弾は使えんぞ。わかったか若者よ。若者よ、聞こえるか。若者よ、苦しい戦いをしていないか。今ここに占い師がおるのでな、お主の旅を占ってもらうことにした。神々のトライフォースから7年、これぞ全世界750万人以上の人々を感動させた作品。表現が 3D になったことでモニターの中に空間が生まれる。そこにあるものを持つ感覚やそこにいる敵を切る感触、プレイヤーはゲームの中で手触りを楽しむ。それはゲームにおける偉大な進歩であった。
ハイラル平原に最初に出た時にものすごい開放感になってたんですよね。最初のダンジョンからかなり苦しめられて、それがね、ハイラル平原にいてた時のこう気持ちよさっていうのが結構忘れられなくて、あと 馬がとっても楽しくてですね、うん、馬に乗っていたいっていう感じ、もうダンジョンには行きたくないっていう。あのプレイ時間は結構長いんですけど、シナリオは全然進めてなくて、ただ馬乗っていたってね。水の神殿かな。水の神殿は辛かったな。その 3D ダンジョンになって、やっぱりその前みたいに1枚の紙にはもう描けないくなっちゃったのが結構やっぱり、ここ上がる階段みたいな、なんかこっち置いてもわけわかんなくなっちゃう、繋がりがよくわかんなくても、それがね、ちょっと昔ゲーマーとしてはやっぱ平ったくいけばどうにかなると思ってんだけど、もうね、こうなってたりするともうこうなったりとかして自分でもあれはちょっとね、あの看板が笑わしましたよね。看板切れるのが、あと宮本さんが自慢するんですよ、看板を。看板切れるんだとかって知ってますよ、そんなことはみたいな。で、音がいいだろうなって、いや知ってるよみたいな、だから、ね、ここで切るととかでね、切ってくれてカッカッと切るとこうね、看板がね、水の上に落ちるんですよ、パン向こうから。その波紋がファーって水の上にシューッするんですよ。綺麗でしょって何作ったんだこのおっさんと子供と一緒にやってたんですよ。それで、全て行くところは行って、僕はもうゲームをプレイすることってある意味でプロですから、ずっとプレイしていってどこにも行けなくなったんですよね。で、クモの巣が張っていて向こうに扉があったんですよ。でもクモの巣が張っていてって切っても叩いても全然ダメだから、あ、これは絶対もうこれいけないお約束があるんだと思っていたの。ところがその当時5歳だったうちの子供が、クモの巣だから火をつけて燃やせばいいっていうふうに言ったんですよね。で、なんだそれやと思いつつも、棒ですよね、棒にあの火をつけてそのまま体当たりをしたら急にこうクモが燃えてっていうことがあって、ゲームを始めてほんの数ヶ月の5歳の子供と、もう10年以上もうパソコンの頃からゲームやってる大人が全く同じ視点で物を考えて解くことができるっていうところに、このゼルダの深さを感じますよね。発表当初は外伝という冠がつけられていたムジュラの仮面、従来のゼルダテイストはそのままに、仮面、月、時間、そして奇妙な人々との出会いがこれまでにはなかった怖さを感じさせる。Thank you.
ツインピックスっぽいなと思いましたね。町の人がね、みんななんか引きこもりのやつとかさ、その結婚前にして逃げる男とかさ、なんか普通じゃないん。仮面師の顔とか結構怖いじゃないですか。もう泣きそうなぐらい怖いですよね。あと月がどん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 迫ってくるんですよね。3日目の夜とか最悪ですよ。リンクがこう仮面をかぶるときにすごい苦しそうな声。そういう怪しいテイストがなかなかあってですね、任天堂の中の新しい人たちがゼルダを再解釈して新しいものを作ってるんだなっていうことをね感じますね。ゲームの開発にカプコンが参加するというコラボレーション的な試みが持たれた作品、大地の章と時空の章2本を同時発売。それぞれ別のストーリーを楽しむことができる。アクションや謎解きも非常に質が高く、国内外で高い評価を受けた。やっぱりね、その今の子たちっていうのはディスクシステム、まあ、その後ねあの、カセットになりましたよあれはね。だけど今の子たち遊んでないだろうと思ってて、だからぜひ遊んでほしいと思って宮本茂さんのとこ行ってですね、あれ復活させましょうよって言ったら、宮本さんがね、ちょっと忙しいからそれは無理だって言うんで、まんま僕が移植しますからね、ゲームボーイでカラーゲームボーイでやりましょうよって言って大ぶら吹いて始めたんですけど、
ま、なんかやり始めるとまんまだともう一つだなみたいな気持ちになって、そこでまた大腹吹いたんで、これ三部作にして俺作りますよとか言って、山本さんと、そうやってくださいって言って心よく言っていただいて、よっしゃよっしゃよっしゃって気持ちでですよ始めたら、これまた大腹吹いたもんですから実際できなくてですね、二部作に変えていただきました始める前はまあゼルダの移植だやれるよと、俺はなめんだよと思ったけど、俺自身が俺を見誤ってましたね、完全に間違えてて、ゼルダ難しい作るのが、なめてかかった俺が悪かった。そして伝説は新しい時代を迎える。ハードも変わり生まれ変わったゼルダの伝説。風というテーマの中、海という舞台をさまざまな表情を見せながら駆け巡るリンク。その手触りはまさにゼルダの伝説でしか得られない感覚。絵柄がどんなに変わろうとも、それは決して変わることはない。今回どんな世界を冒険する物語にしようかっていうふうに、まず一番最初に決まったのが海っていう、はい、まず海を舞台にしようっていうのは、まあ、その後の物語の展開の中で重要なキーになるので、まず海を作ったんですね。じゃあ海の上をプレイヤーが泳いでったら大変だから、やっぱり、まあ、昔からエポナとかありますよね、馬に乗ったりとか、それに変わるものって何がある、やっぱり船でしょうって話になる。でも船がモーターボートじゃやっぱりちょっとゼルダっぽくないよねって話になる。でやっぱり帆船でしょうと、その帆船はやっぱり風じゃなきゃ動かないよねって話になって、そうだったらその風をコントロールするみたいなことができるようなゲームっていうのはどうなのっていうことになってきて、で結局その風を自分で自在に操りながらその船をコントロールして、いろんな島々を巡る冒険を展開するっていうのを今回の軸にしようっていう話になって、じゃあ風をテーマにしましょうということになった。あれはかなりオリエンタルですよね。ジャパニーズというか獅子頭ですよね、そのまんま。あれもね、誰が言い始めたわけでもなく、ああいう形に落ち着いてて、まあ、ゼルダってのは不思議な世界で、日本もあれば海外もあって、なんかごっちゃごちゃな本当和洋折衷というかイメージで、本当にこの船で大丈夫かなっていうふうに当初は思ってたんですけど、だんだん他の世界が出来上がってくるにつれてですね、割としっくりこうはまっていくんで、ゼルダって不思議だなって自分らで作ってるのも思ってたりするとかありますね実は最初タクトじゃなかったんですよ。テルミンってご存知ですかこうやってこう音をこうやるやつありますね。っていうか、まあ、別にテルミンだったわけじゃないんです。テルミンみたいなことしたらどうっていうような、そんなアイデアからいろいろ変遷していって今のタクトに落ち着いてるという、なんかそういう新しいその音のそのなんて言うんだろう、入力の仕方とかそういうのはやっぱり一つの要素としていろいろまた探っていきたいなと思ってるところでもあるので、でもねテルミンそのままやったらね分かんないと思いますよ何やってんのかなので、やっぱりその辺は形を変えざるを得なかったところですけども、本当にこのゲーム作ってる時は本当にね、なんでまたやってんだろうっていつも思うんですよ。本当にね、そんなことは絶対ないと思いますけど、僕は世間の中で一番大変な仕事してるんじゃないかなって自分で思ったりとかしながらやってるっていう状況があったりして、まあだからプレッシャーっていうよりも非常にその難解なものにいつもチャレンジしてる自分がなんかこう本当にそれ大丈夫なのかみたいなところの不安みたいなのが若干ありながら作ってますよね。だけどね今回もね知らんうちにねバーってこう組み立たってきて本当にそれまで不安な要素をたくさん抱えながらそこから一気にギュッて上がっていくみたいな
で、それ経験するとね、あ、また次もやってるなみたいなところが出てきたりするっていう、やらしいなんていう仕事だなっていう。この歴史あるゼルダの伝説、それを体験した全ての人に残るゼルダの記憶、それはゼルダにしかないゼルダらしさ。なんかそこにもう一つ世界があるんですよ。今あるそのままの画面上あるもの、世界がそのまま現実として受け入れられること、自由度が高かったり、設定自体がね、その中で完結しているっていうことが僕にとっては一番こう魅力だし、もう一つの世界の中にいる自分っていう気がしますね。やっぱり僕はアクションゲームだと思うんです。感動の物語、僕ゼルダの物語はしっぽりやってるんでいるんだけど、ゼルダの物語どこが感動したかっていうと、正直言ってあんまり感動したことないよね。なんか何個集めてくるんだって言われて、ああ集めなきゃとかって集めてきてですね、頑張ると姫様助けられるっていう物語は、そう大したことないですよって言って、なんだけどその指が覚えてるっていうのかな。うんで、僕はそのゼルダらしさ、象徴的なのってあのブーメランだなと。あるポイントでブーメランを投げますよね。ブーメランだからそれが戻ってくるのは当たり前なんですよ。でもゼルダのブーメランって投げてこっちに移動するとそっちのリンクの方にブーメラン戻るんですね。でそんなブーメランってありえないんだけれども、あれがあることによって、ブーメランっていうのはすごい使えたりするんですよね。でつまり、アクションゲームっていうのかな、あの舞台の中でリンクがいろんなアイテムを選んで、武器を使う、ああいうところに結構、いい面白いアイデアとか、それを表現するための技術入れちゃうっていうのが僕にとってのゼルダらしさ、ゼルダの魅力っていう感じしますよね。ジャンプができるようになると今まで行けなかったところに行けるようになったりするって、それがその今まで行けなかったところがいつも見慣れていた風景だったりして、あそこに行けることがあるんだろうかなみたいなことがある日突然行けちゃったりするっていう、なんかそれがあの RPG のレベルアップとは、数字がこう上がったり桁が上がったりするのとは全然別種の驚きがあってですね、あ、屋根の上登れちゃったよとか、だから同じマップなんですけど、こうどん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 レベル、自分のレベルがアップするとマップが新しく見えてくるっていうか、マップ自体は書き換わらないんですけどね、行けないところに行けるようになったりするっていうことがすごく楽しかったり、あの安心して、多分自分がエンディングまでできるだろうっていう、あのアクションゲームなんかやっぱり途中でどうしても難しくて、こうもう自分のスキルではそこがあのエンディングまでいけないとかっていう風になっちゃうと、なんかちょっと悔しいし、でもいけないしっていう、そういう風になるのが、あのゼルダは、なんか自分でも絶対いけるなっていう、そういうなんか安心感があります。微妙な気持ちよさですよね。なんかこうゼルダってクショクショクショって気持ちよくしてくれる感じですよね。別に後で思うと大した謎じゃないんだけど、解けた時に俺って天才だぜって思わせますよね、このゲームは。そこのところがポイントなんじゃないですかね。だから気持ちいいんだよね。こんな何であれでも解けるわと思いながら解けていった時に、それだったらただ単に作業させられただけじゃないですか。じゃなくてちゃんと必ずちょっとずつ悩んで、それでアクションでもうまく、謎が解けてもアクションがちょっとうまくいかなくって、でこんな謎解いた俺も、こんなアクションをこなした俺も天才だぜって思わせるところが多々あるじゃないですか。なんかきっとそのあるんでしょうね。なんかそれもしかしてやってる人みんなが思うのかもしれないけど、俺に合ったバランスだと思ってしまうんですよね。これなんかもう俺ぐらいがちょうどギリギリ頑張ってやっとできてる、これちょっと下手な人だったら無理なんじゃないのみたいな。で上手すぎるとこれだとちょっと簡単すぎるんじゃないかなと、そう思っちゃうんですよね。なんかそれもしかしたらみんな思ってんのかもしれないっていう気がしますね。なんだあのそそり方、やっぱバランスなのか世界観なのかとかよくわかんないですけど、そういうとこですかね。ゼルダの伝説にしかないゼルダらしさ、それを語る上で欠かせない人物、ただ単に崇拝している
だから会うのはいつも楽しみです。いつも緊張しますよね。だからお土産いつもワッフル持っていくんですけどね。もっと絵も持っていけってよく言われるんですけど、神様にお供えするものは高価なものしかないですよね。デルデルゼルダの伝説、うん、あれはでもね、あの時でもそんで最初になんか書いて送って歌詞とかにで宮本さんからなんかね、なんかあれは良かったみたいな、なんかもらってもうジーンってなんかジーンってやばいっしょさ、なんか偉そうにいろんなこと語ってるけどさ、いやゲームのこととかって教えてやったのは俺だよとかって普通言われたらムカつくじゃないですか。でもね、やろうとかって思うじゃないですか。ですけどね、実はそれを宮本さんが言ってくださったことっていうのがあって、それ僕大変誇りにしてるんですね。要はあいつの言ってることって俺の教えたことやんとかって宮本さんが思ってくれてるみたいなんですよ。でそれはまあ僕自身まあ誇りに思ってるというかですね、に思ってます。やっぱり最後にお疲れさんって言ってほしい人ですよね。どんなしんどい仕事してても最後に面白いのできてよかったよありがとうってみたいに言ってくれれば、それだけでまあよかったかなって思える。その他の人がそんなこと言ったんじゃお前に俺の苦労なんか分かって触るかってなるんだけれども、まあ宮本さんにそう言ってもらえるだけでまあ救われるっていうような部分はありますよね。やっぱりいいと思ってくれ、あの人がいいと思ってくれたらそれだけでやってきたことは間違ってなかったなって思えるところがあるんで。テレビゲームに関わりを持つ全ての人が愛してやまないクリエイター、ゼルダの伝説はこの人抜きには語れない。生まれた時のいきさつはね、何やったかな、やっぱりねパソコンゲームのブラックオニキスとかウルティマみたいな影響を受けてるんですよね。本当は何も受けてないと理想なんですけどね。ただまあそこから受けた影響っていうのはもう単にこうああいう関係の人たちが僕のキャラは、今これぐらいな強さだっていうことを自慢し合ってるっていうその姿が面白くてね。でだからそれは原点になってますよね。ただそれをどんな風に面白いと思うかで、僕はその僕のキャラが強くなるというところだけが面白かったんですよ。でそれ以外のそういうゲームのこう作業性のような要素は全然面白いと思ってなくて、で一方でそのマリオブラザーズみたいなものを作ってて、すでにもうその箱庭のようなゲームを作るっていうのが始まってたのでね。でそういうものをそのまあちょうどスーパーマリオと同じ頃に作ってたんですけど、そのディスクシステムになって、自分がバックアップデータが残せると、パスワードじゃなくて、でパスワード残っていって一番嬉しいものは何かっていう時に自分の箱庭であるとか、それから自分そのもののデータっていうのが残っていくと、しかも自分が名前をつけて、でそれがどんどんディスクの中で育っていくっていうね、その感じに、一番こう楽しさを感じまして、それで始めたんですね。だから時代設定も別になかったし、キャラクター設定もなかったし、ひょっとしたらマリオでそのまま作ったかもわかんないしっていうのが始まりですね。それは64のマリ、ね、ゼルダをね作るときに一番考えたんですけど、やっぱりその 3D になるっていうことで全く違うゼルダになるというんじゃなくて、本来ゼルダの持ってた面白さっていうのを 3D で作ることでどういう風に変わるかっていうのを見てみようと。だから遊び終わった後で自分がこの世界をよく知ってる住人になったなとか、それからこう何年かして戻った時にその懐かしい場所だなと思うとか、大人になってこう戻ると子供の頃に結構子供の頃にね、割とこう広い道だって思ってた場所に何年かぶりに田舎に帰って入ってみると車の通れないような道だったりするでしょ。だからそういう自分がこう強くなっていく育っていくっていうのを実感するっていうのは、反面自分にはこんな時代があったっていうのを振り返ることですよね。だからそういうものは必ずそのゲームの中の要素として入れようというふうに考えるから、どうしても場所は狭くして、で必ずゲームの流れの中ではちっちゃい頃にいた場所に戻るような構造を取るんですよね。
これがっていうのは、夢を見る島、あれはほとんど僕が関わってないんですよでね、すごいほとんど出来上がってからね遊んでね、あゼルダって結構面白いなって遊んでてでネタもあれは手塚がやってるんですよね割と。でネタもね結構手塚らしいネタが多くて、ゼルダのある部分だけが凝縮されてるみたいで結構バカっぽくてゼルダの中では楽しかった、うん、で一方でそのリンクの冒険っていうのは自分にとってはすごくこう堅苦しく仕上がりが堅苦しいんでね、そのなんかな使用書から一番その現場で作ってるアドリブの反映された形にこなれなかったっていう、使用書通りにしかできなかったっていうのがリンクの冒険で、あれが一番、まあゲーム種類も違うことは違うんですけども、まあ言い訳すればディスクシステムの能力の限界もあったんですけども、まあ結構反省材料としてはリンクの冒険、一番あのお気楽に楽しかったのは夢を見る島。結構あのオカリナが一番深いかもわかんないですね、うん、入ってるのはやっぱり一番最初のやつなんですけども、その最初のものを 3D にしていこうとか、それから箱庭を仕上げてあのこう 3D というハードを得て、でスタッフともマップデザイナーとかも言ってたんやけども、家内ってこんなところへ俺は行ったっていう景色を見られるだけでもそのこの商品の存在価値はあるやないっていうことを言いながらこう励まして作ってたんですけど、そういうことが言えたその表現力をもらえ手に入れて作ったっていうこともあるし、まああのオカリナを吹くっていう一番その魔法とかじゃなくて一番そのゼルダらしい音楽っていうテーマをうまくゲームに取り込めたし、今までもその笛とかオカリナとかあの音楽っていうのはずっとこう狙おうとはしてきたけども完全には使いこなせなかったですよね。でそれを完全にこう演奏するっていう形で持ってこれたし、でヨッシーに乗って走るとか、ああいうそのマリオからずっと持ってたその自分以外にこう温度のあるもので、それで自分が走ってるようで自分が走ってないっていう手応えっていうのをこう馬の出会いで作れたしみたいな、うん、そういう意味ではすごくオカリナが楽しかったしね、ゼルダらしくなったと思う。ちょっとストーリーがこう濃い分ゼルダらしくないなと思うんですけど、うん、もっとたわいもなく子供が大人になっていくだけで面白かったと思うんですけど、まあそういう点を除けば結構満足度が高いですけどね。まだないですね。うん、まだもっともっといい謎解きがあると思うんですけどね。謎解きっていうのは意地悪なもんでね、あ落とし穴を掘ってあの待ってる方っていうのは全てが分かってるわけでね、そこに落ちる方は不安なもんなんでね、そういうんじゃない本当の理想的な謎解きっていうのはたくさんはできてないと思うんですよね。やっぱり、ね、一番最初に考えたそのこう今度のオカリナなんかで僕不満なんですけど、その爆弾をこう仕掛けてでボーンと爆発してこう穴が出てくるんですけど、あのファミコンのすごく能力のない中でできるだけそのボーンと爆発した後煙がバーッとかかって煙がスーッと引いていくと穴が見えるって、で穴が見えたらティラララララランっていうっていうのはものすごくあの大事な要素だと思うんですよ。ところがどんどんこう爆弾で穴を見つけるっていう使用書通りになってボーンって言った途端にも穴が見えてるとか、そういう意味ではすごいゼルダの情緒っていうのは今どんどん走られてて、だから本当はこんだけの表現力になってきたらもっともっとそこを丁寧に作っていかなあかんなと思ってですけどね。だからまあこれからはまだまだそういうことができるハードになっていくのでね、そういう意味ではまだベストのネタっていうのはこれからできるはずやっていう、たわいもないそのできて当たり前のことがちゃんとフォローされてるのが嬉しかったりするんですよね
いや僕あこに立ってたら当たり前やと思うと思うんですよ。だから、うん、神々のトランスの時もだいぶ作ってからこの草が切れるのはおかしいよなと思って、それで草を切れる処理を入れたんですけど、そしたら今度オカリナではその草が切れる処理をみんなでこう入れてくれてたんですけど、この草切れて当たり前やけどやっぱりもっと切れて面白いものが切れなあかんよなと思って看板を切るようにしたんですけど、剣をねいろんな方向に振れるようにしたんですけど、結局敵の切られ方とかで使うって言って使用では頑張って作ったけどあんまり分かんないんですよね。じゃあ剣を振った方向が一番分かりやすいのは看板なんで、どうしてもここでやりたいっていうので珍しく使用書を書いたりしてる看板の使用書、うん、で看板浮くように水に浮くようになってたりしてね、あの指示なんか全然してないんですけどね、うん、やっぱり水辺に看板を置かないようにするのが理想なんですけども、まあ、水辺にも置くやろうから浮かすようにしといてあげましたって頼もしい人たちがいっぱいいるので、ああなんかみんなそういうのが、うん、流行ってるみたいでそうですね、今回タクト、まあ、あのサブタイトルにもなってます風のタクトっていうのがありますけれども、これあの僕もあのちょっと音楽やったりするんで、いわゆるタクトの操作みたいなものっていうのはこうだろうっていう部分を最初に作ったんですけど、ある日宮本に来てダメ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 だよこんな操作じゃっていうふうに言ってきて、そうですかって言って、いや僕はねあんまりないつもりなんですよ、あの自分ではでそっからね3回作り直してますね。とりあえず今これをあのどうこうするのは難しいからちょっと保留にしとこうみたいな、まあ部分があるわけですよ。絶対ついてくるんですね、これを言われると痛いなと思うところを、あのまああれなとかっていう話出てきて、ああやっぱり来たかってそう、あのね他の人はねなんとか騙せるんですよ、おまかしが効くというか、でもねあの人だけは騙せないですね、必ずそこのところねグイッてついてくるので、ああやっぱり来たかって、あの実はその横井さんっていう僕の大師匠がすごくかっこいいところがあって、それはあの1週間とかその試作のゲームずっと見てるんですよね。そうするとねただこうじーっとゲームを見てて一言真理をつくっていうのがすごくかっこいいなと思ってて、で僕もいずれ年を取ったらそれをやろうって思ってて一言うん、それでねいつもチャンスを狙ってるんですけどもであのカービィウォールっていうのをやってる時にね、どうしても面白くなんか最後すっきり面白くならなくて、でそれはあのゲームってよかったら買ってくださいあのゴルフゲームっていうのはこうポンポン打つだけなんですけど、そのもっとコンパクトにビリヤードのような形で転がすか打つかっていう選択ができた時にもっと緻密なゴルフゲームのようなのが作れないかって始めたんですよね。でどんどんそのこう元がビリヤードなもんで打てる角度がこう小刻みにあの 0. 何度単位で動くとか、でこう上の方向にもこう何度単位でぐーっと動くとか、そうするとその落下地点が分かるようにこうマーカーが出て点々点々点々ってこうちゃんと、インジケーターじゃないガイドラインが出るとかしていくんですよ。で最後になって、じゃあこれ最後になっても最初からそうだったんですけど、そのカップがゴルフのようにカップがあってそこにボールを最後入れるんですよね。そこからカーソルを動かしてビューって伸ばして、でカーソルをこのカップの位置に合わせてでポンポンと押してベストの位置で押せばスポッと入るっていう、ね、面白くないって言うんですよね。それは面白くないっていうのはそれは当たり前で、打つ瞬間のこう何て言うんですか、妙味がないというか、正確に打てばいいんでしょうっていうことですよね。正確に打てばいいだけじゃ面白くないって。だからあのダートをこう投げる時でも当たれって思う例のこう微妙な部分が面白いわけでしょ。だからその微妙な部分がないのが面白くないっていうのでずっと考えたんですけど、すごくそれは簡単なことで、こう自由な角度でこう打てるからその穴が狙えるんですよね。で角度が一つしかなかったら穴は狙えないんですよ。だからあの転がすか打つかっていうゲームだったんで本来、でそれをどんどんこう極めていくうちに好きな方向に転がせて好きな方向に打てるってなったのは、それはシステムがそうできていただけで、本来のゲームとしては
そうじゃないっていうことが分かってくるんですよ、じっくり考えてると。で最初の段階で考えるとすぐに分かるんですけど、こう現場で作り続けていくとみんな気づかないんですよね。で結局この角度を一箇所に固定しようって、そしたらどういうことになるかというと、そのカップよりもずっと向こうにカーソルの落下点が出たり、カップよりこっちに出たりするんですよ。そうすると自分の今フルパワーに対して何十パーセントで打てばカップに入るかという計算しますよね。でそこで自分で一旦置き換えて、そのあたりでえいっと思って押すと、ものすごく気持ちよくなるんですよ。例の部分ができて、で確信があってやるんですけど、その現場からしたら結構猛反対ですよね、それはね。だからこっち確信あるんですけど、確信実はやってみたら面白くなるかもわからないと思ってて頼むんですよね。ほんで弱気にね、やっぱり説得するために角度を一個にしようって言うとみんな反対しそうなんで、じゃあ二つにしようって角度二つにしようとか言って、でまあ妥協してねやってみると結構面白くなるんで、だからそれですんなりとあとまとまるんですけど、そういうのがたまにできるんですよね。でそれができた時結構自分でもやったと一歩横井さんに近づいたっていうようなね、だからちゃぶ台をひっくり返すっていうより、そういうあの本当にそのゲームにとって何が大事なポイントかを見つけるっていう作業は結構楽しくて、それはね、あの例えば人が作ってるゲームを見てもできるかもわからないですね。任天堂電通ゲームセミナーっていう企画がありまして、でそれの第2回の僕が生徒だったんですけど、その時に、企画のプレゼンテーションをして、で僕が出した企画がドラキュラのゲームだったんですよ。でドラキュラは100年に1回目覚めて、で乙女の血を吸って、でメーターが満タンになったらもう100年眠って、で同じ村でまた血を求めると、これは面白いだろうと思ってて、でプレゼンをしたら電通方面の人にはバカ受けだったんですよね。ちょっと下ネタ入ってるからね。それはね、宮本さんもその場にいて、宮本さんはね全然別のことを考えていてですね、最後に一言宮本さんが言ったのは、あのこれドラキュラのゲームで一番この企画で肝心なのは、こう血を吸うインタラクションにあるということを宮本さんがおっしゃられて、で血を吸うっていう行為をボタンはこう押すものじゃないですか。で押すことと吸うことっていうのはベクトルとして正反対だから、ここをうまく一致させることができればこのゲームは面白くなるよっていうようなことを宮本さんはおっしゃっていて、で僕はそれまで、ね、結構テレビゲームなんてこう上物さえ面白ければ面白いんじゃないのぐらいのすごく舐めた考え方をしていたんだけど、その一言で衝撃を受けてですね、あのすごい陳腐な言い方ですけど、テレビゲームは奥が深いと、いや宮本茂は奥が深いっていうことをすごく痛感して、で逃げたくなりましたその時に。その場から。で後日宮本さんにその話をしたら、全然覚えてなかったんですけど、僕の一生を決めた一言ですね。宮本さんってすごい短い言葉で、ゲームのことっていっぱい語ってますね。でまず一つ印象深いのが、ゲームとは触る映像ってところだったんですね。でこれちょっとおかしいですね。触るおもちゃっていうのはあるし、見る映像っていうのはあるんですが、触る映像ってあまりない言葉なんだけど、宮本さんそうなんだ、ゲームって触る映像を作るんだっていうふうに思いながらお作りになってるんだっていうふうに思った。で言うと、まあこれゼルダって、自分にとってみたら、それは、シリーズを重ねようとも、まあ、ディレクターがどなたになろうとも、最終的に触る映像が、手元にあったなっていう感じってすごくあります。でこれもちろんそれ以外の任天堂のゲーム全てがそうなのかもしれないけど、ゼルダって本当に、触る映像っていうことに対して、こだわってるなと。本当高いところに登る時のですね、よっこらしょみたいな感じとかですね、その物投げた後に一旦
こう重たいものを持ち上げるんだけども、投げた時にこう力が解放されるっていうのかな、ああいう感じとかって本当に映像触ってるなという感じしますね。宮本茂が持つ触れる映像への意思、それをスタッフ全員が理解し実行する、その結果がゼルダの伝説になる。ゲームじゃない感じにして仕上げたいっていうような、ゲームなんですけど、ゲームやってたっていう感じよりもなんか違うものが残ってほしいなっていうような感覚ですかね。僕ほら、例えばゲームっていろんなものがあるし、スポーツゲームもあればパズルみたいなのもあるしっていう、そういうもののなんていう要素をもう何でもかんでも吸収しちゃうようなゲームなところがあるので、ゲームをしてるんだけれどもいろんなことの体験をしてって、最後にその物語全部が集約し、一つ終わりを迎えるみたいな、そういうような遊びともつかないし、ゲームともつかないし、何だったんだろうこれは、なんかその疑似体験としてなんか面白いものを経験しちゃったなみたいな、そういう感覚で終われるものになってくれればいいなといつも思ってますね。だからゼルダは何でも吸収できるし、何をやってもゼルダとも言えるし、うまいことをやらないとゼルダと言ってもらえないみたいな変な側面もあるし、なんかね、変な不思議なゲームです。はい。やっぱり問題を解く快感っていうのはみんなありますからね。本当は子供の頃からその問題を解く快感をたくさん経験すると、本当は勉強って好きになったり、研究っていうのは面白くなったりするもんなんでしょうけど、なかなかその快感をうまく学校でさせてくれなかったり、いい機会に恵まれなかったりして嫌いになったけど、実はみんな好きなんですよね。で、クリエイティブなものとか発見するっていう喜びはすごくみんな持ってるもんで、で、それをこう一番世の中でインタラクティブに自分から積極的にそういうものをこう出すチャンスを持ってるものというのはビデオゲームなんでね。だからビデオゲームの中ではその理想的にはユーザー自体の知恵があるからとか、ユーザー自体がものを考えるから楽しいのやっていうところがものすごく大事な要素だと思うんですね。で、そんな難しいことをやろうというんじゃなくて、やっぱりマリオの場合、ここであるこのブロックを叩いてあるアイテムを見つけると、ひょっとしたらあのブロックにもアイテムがあるかもわからないって考えますよね。で、そのユーザーがいかにもこう考えそうなところにこちらもきちっと答えを準備しておいて、そういう積極的に参加していくということが面白いっていうふうに作るのが多分そのマリオ的なものであろうし、それはイコールゼルダもそうなんですよ。だからどうしてもそのこう例えば木の棒があった時に、例えば木の棒はただ最初物を叩く道具としてもらった時に、どうしてもその物を叩く以外のものに使いたいし、そういうこれが物を叩く以外に使えるよって言われることで、今度次からプレイヤーは何かをもらった時にいろんな使い方ができるって考えるようになりますよね。その考えるようになることが僕は結構面白いと思ってるね、ゲームっていうのはね。だからオカリナなんかは僕まだまだ不十分でね、最初はこう意気込んでやるんですけど、だんだんネタが足りなくなってきてね。だから、まあ、10年後ぐらいには、もっとそれと完成形のようなものがね、できればと思ってると、ゼルダってこう、永遠にね、作り続けられると思うしね。真似しないでくださいね、誰もね。この、たった一つのテレビゲームが、とても長い歴史を持つことを、知らない人は大勢いる。この、たった一つのテレビゲームがとても大きな感動を与えてくれることを知らない人は大勢いる。けれど僕たちは知っている。このたった一つのテレビゲームが世界中の人々に愛されているそのわけを。
ー。